こんなにケツ蹴る必要ねえだろうよ。何の意味があるんだ、こんなケツ蹴ることに何の意味が、何の意味があるって言うんだ。マスクマンに、マスクは命と同じくらい大事なように尻職人にも尻は命と同じくらい大事なものです。それを許さない、あいつらベルトをかけろ、俺はケツをかけるから勝負だ。別にお前らも分かってんだろ。いいことねえや、何も。おい高橋ひろむ、お前はどこに行ったんだ。それだけだ、いないし。おい、いつやるんだ。なんかこの間カード発表されて東楽園15日、いつだ、明日やったやつ帰ってくるんだよ。散々てめえらはよ、焚きつけといてよ、負けて負け惜しみだけ言って別のとこに行ってるって、なんだよそれ。この野郎、何の音さまたもねえからよ、すっかり忘れてたよ。酒飲んでて思い出したんだよ。ああそうや、そんなやついたなって。武士は毎日いんのにな、お前どこ行った。あんなに印象的な赤い髪もな、ちょっと見なきゃすぐ忘れちまうんだ。新日本のリングは回転早いの分かってんだろ、早く帰ってこい。